都内某所、この方のリポートから番組は始まります。さあ今年もですね、この季節がやってまいりましてね、ミュージカルアニーの季節ですよね。実はあちらでですね、稽古をしているということで、ちょっとね行ってみたいと思うんですけども、聞こえてます、聞こえてますよ。あの二人ね、ウォーバックスとね、ハニーがいいんじゃないですか。こんにちは。あー来ました来ました、どうも。板村さんと浅香さんだ。おい、どうせしてあります。いや、今まで岡田さんからファンファンなら、もうそれを言うと何十年、そうですよね、やってですから、僕の代で終わりにならないようにですね。それはものすごいね。あと10年やってください。私ミュージカルデビューなんですよ。あ、そうなんです。そうなんですよ。この役は結構すごいですよ。そうなんですよね、本当に憎まれなくちゃいけないわけですから。でも私ほらスケバンなんで。あ、そう、スケバンやってましたから、ね、やるときはやるときやるとき厳しく、はい。ミュージカルアニー、ブロードウェイで何度も上演されてきたこの作品、日本公演は今年で29年目。主人公アニーは毎年オーディションで決まります。9000通の応募の中からアニーに選ばれるのはダブルキャストでたったの2人だけ。私の父さんと母さんが残してったものなの。倍率4500倍の過酷なオーディション、その3日間にカメラが密着しました。アニーになるのは果たしてどの少女なのか。さらにテリー伊藤さんの稽古場リポートで今年のアニーの魅力をたっぷりとお伝えします。おはようございます。さあ今年もミュージカルアニーの季節がやってまいりました、はい、テリーさん稽古も行かれたんですね。行ってきたんですよ、はい、もう今年実はねメンバー一新しましてですね、はい、ウォーバックス役ずっと今まで目黒さんだったでしょ、はい、今回ね三田村クリックスさんやったんですよ。あ、変わったんですね。めちゃくちゃ盛り上がってましたね、もうねすごい演技でした。引っ張ってましたね。そしてね今度ね三沢の役が実は浅香唯さん、はい、これもすごいです。お、何しろすごい感じでしたね。さらに主役のアニーの子たち、これオーディションですごい倍率なんだよね。そうなんです、うん、9000通の応募の中から書類選考を通過した588人がオーディションに参加し、アニーになれるのはその中のたった2人だけ。倍率は4500倍の。すごいね。その子にもうテリーさんは会ってきた。会っただけじゃないんですよ、はい、私歌も聴かせてます。あら、すごいでしょ。それがねものすごいですね。私今までいろんなですねアニー見てきたけども、もしかしたら最高かもかも。はい、そのぐらいすごいですね。ぜひ皆さんね、ちょっとね、見てほしいと思いますよ。いろんな物語がありますから、はい、行きましょうか。さあ、それでは早速昨年行われたアニーオーディションの模様からご覧ください。子供の皆様のみとなります。去年11月、アニーを目指す少女たちが集まりました。挑むのは子供たちだけではありません。その母親たちも一緒にこの日を心待ちにしてきたんです。好きなことやってる時ってすごく生き生きしてるので、そういう姿を見ててやっぱり私も嬉しいですし、応援してます。私も結構憧れてたっていうのもあったので、もし本当に合格できたら出れたら、やっぱそれは私のやっぱり自慢っていうか誇りでもあるし、うん、もしも慣れても慣れなくてもこう頑張ったというこう証というか、それが自分の力になるんじゃないかなと思って。アニーをはじめ子役28人は毎年オーディションで選抜。 E の10番松村桃花です。年齢によって A 組から G 組に振り分けられます。アニーは11歳の設定なので、年齢の近い D 組E 組から選ばれる可能性が高いそうです。アニーを目指す子どもたちの中には演技経験のない子もいれば、
数々の舞台を踏んだことのある子も。例えば彼女、国部あさひちゃん11歳。2年前、アニーに孤児院の仲間役で出演。他のミュージカルでは主役を演じたことも。あさひちゃんの1週間は歌に芝居、ジャズダンス、日本舞踊などの習い事でびっしり。これって結構お金かかりますよね、お母さん。そうですね、すごい額だと思いますよね。なので働いて働いてもうとりあえず時間のある限りは働いて。週5日パートの仕事をこなす母親の雅恵さん。忙しい中、稽古場への送り迎えまで。水こぼれちゃうから。トゥモローを歌う超大物って誰？早速聞いてみましょう。もう分かりましたよね。正解は和田アキ子さん。CM ソングとして発売された和田アキ子さん70枚目のシングルでした。オーディション1日目の結果発表。みんな大丈夫かな。お母さんに夢を託された池上真奈美ちゃん。6度目の挑戦。まずは1日目通過です。あそこにあるんだ。お母さんのお守りで頑張った実力派の日暮里香ちゃん、合格です。もう一人の実力派、国部あさひちゃん。合格です。山口からお母さんと上京した上村かなめちゃんは、進めたのは186人。402人が涙を飲みました。オーディション2日目は自由曲。みんな思い思いの曲で審査員にアピールします。2日目からは審査員に彼が加わります。ジョエル・ビショフ、日本版アニーの演出家。ブロードウェイでも数多くのミュージカルを手掛けています。 I just am looking for two things. One is musical ability, but also personality is a big part of it to me. I love the ones who come out and show who they are to me the most and show off their personalities are the one I usually gravitate towards. 池上真奈美ちゃん、毎年この自由曲で落ちてしまうそうです。最後の挑戦、まずはここを突破したい。ルースター役、松田健二さんの義理のお母さんは元ミスハニガン役。一体誰？松田さんご本人から正解を伺いましょう。松田さんはあれですね、兄ととてもね、縁が実は深いですよね。はい、はい、実は僕の義理のお母さん。義理のお母さん誰ですか？辺見マリさんが、そうなんだよね、ハニガンを
何年か前にやってまして、はい、僕の妻のエミリーもいつかハニガンをやってみたいと言ってまして、なんか見たら何笑ってんだよ、知らなかったんですよ、すごい今すごいなんかエミリーちゃんの旦那さん、本当に知らなかったの、全然知らない知らない、そういうの全然知らないんだよ、エミリーちゃんの、そうですよ、エミリーちゃんさんがこれは会場の方に来てくれるってことは、はい、まあ、ちょっと多少こっぱずかしいもんはありますけど、いい経験だ、経験、うまいこと言いますね僕ね、エミマリ経験、あ今気づいた俺ちょっと遅か、僕も気づいた、今気づいた、今気づいた、このインタビュー何なのグズグズだったじゃないですか、オーディション3日目午後、アニー候補はこちらの5人に絞られました。番組が初日から密着してきた朝日ちゃんとリカちゃんもいます。そしてこの中にとんでもない少女がいました。吉井ののかちゃん、実は彼女5歳から子役として数々のミュージカルに出演してきました。なんとあの松平健さんとも共演したことがあるんですって。自分が舞台の上に立って、そのちょっと斜め下にたくさんのお客さんがいて、その人たちがすごい拍手してくれるのがすごい気持ちいいし、その舞台の上で何かお芝居をやるっていうのも楽しかったし、言うこともすごい、これまで以上にレベルの高い戦いとなりそうです。この5人が挑むのは演技審査、演じるシーンは4つのうちのどれか1つ、シーン1、一番望んでいることは私の父さんの母さんを見つけ出すことなんだ。史上最多45番組が集結、豪華司会者がリレー形式で送る4時間スペシャル、鉄腕ダッシュには極上グルメが登場、うまい、あんたいい顔してますよ、さらに行列では豪華タレント陣が体を張って人間の輪に挑戦、ダッシュでイッテ Q、 行列のできるしゃべくり、明日夜7時、最後アニー役です。一体誰がアニーに、E の133番、国分朝日ちゃん、国分朝日ちゃん合格、もう一人アニー役です。そしてもう一人のアニーは E の15番、吉井ののかさん、はい、吉井ののかちゃん合格、今年のアニーはこの2人に決定しました。